皆様、本日は私たちの創作オペラ貞奴プロジェクトアウトリーチコンサート疎水の光万象の風に皆様お越しをいただきまして誠にありがとうございます。私たちのこのプロジェクトは皆様も行かれたことがあるのではないかと思いますが、各務原の鵜沼の地に伝承寺というお寺がございますね。その近くに国指定重要文化財にもなっている川上別荘万象園がございます。この2つの建物を資材を投げ打って建造した近代日本初の女優である川上貞奴を継承し、そして彼女の人生をオペラで描くという活動をしています。昨年はその貞奴の生誕150年という記念すべき年でございました。私たちのこのプロジェクトでは今年の1月その150周年を機に各務原市の地で市民オペラドラマチック基礎川オペラ貞奴を制作し上演いたしました。本日のこの舞台では貞奴の人生の後半部を描いたそのシーンの中からソリストのアリアや20章を再構成してコンサート形式で皆様にお届けいたします。折しも今年はその貞奴とそして桃助が2人が組んだ大プロジェクトの中から生み出されたものの一つ桃助橋が今の何そに完成して100年という年です。そしてもう一つ、あの景勝地恵那峡を生み出した大井ダム着工100年の100周年という、一つの節目の年でもあります。皆様方にはそんなビッグプロジェクトに取り組んだ貞奴の熱い思い、また当時のそして今にもつながる大工事、そんなところにも目を向けていただき心を注いでいただけたなら幸いでございます。さて、それでは本日の出演者をご紹介いたしましょう。まずはソリストからご紹介いたします。川上貞奴を演じますソプラノ金光純子、貞奴を支え続けた福沢桃助役のバリトン岡部圭太郎そして桃助と対峙する基礎の島崎宏介、そして大井ダムの工事作業員を演じますバリトンの上田健3名のソリストでお届けいたします。そして演奏はピアノ阿方由里恵、エレクトーン大谷康史、マリンバパーカッション松尾志保子、3名の奏者でお届けいたします。そして本日の司会ナレーションは私ひふみこと鈴木明美がお届けいたします。以上の出演者で本日のコンサートを作り上げてまいります。どうぞ皆様には最後までごゆっくりとお楽しみくださいませ。Thank you.
川上貞奴は明治維新による時代の変革期、明治4年7月18日に生まれました。幼くして東京日本橋吉町の芸者置屋浜田屋の女将亀吉の養女となり、才色兼備であることから時の総理大臣である伊藤博文らに贔屓にされます。ではここからはその貞奴の75年の人生の前半部、女優引退までの人生を皆様にご紹介させていただきます。貞奴は15歳の時、福沢諭吉が創立した慶応義塾で学ぶ苦学生岩崎桃介と知り合い、恋に落ちます。しかし実業家を目指す桃介はアメリカ留学を条件に諭吉の次女ふさとの結婚を承諾し、福沢家の養子となり、実業家への道へと踏み出していきます。貞奴の恋は破れました。桃介と別れた貞奴はおっぺけペーブ氏や自由民権運動の書生芝居で大人気を博していた川上音次郎と出会い、23歳の時に結婚し芸者を引退します。桃介と別れた貞奴、川上一座を率いた音次郎と共に日本初の西洋風の劇場を建てたり選挙に出馬したりします。しかしうまくいかず借金に追われる日々が続き、貞奴と共に小舟で海に逃げ出したこともありました。そんな波乱万丈の生活の中、アメリカからヨーロッパへと巡業する機会を二人は得ます。当時の日本では男性のみが舞台を飾っていましたが、西洋では女性が舞台に立つことは当たり前で、貞奴も旅の中で芸者として身につけた日本舞踊などを舞台で披露するようになりました。その頃ヨーロッパで流行していたジャポニズムの追い風も得て、1900年パリ万国博覧会などで東洋の川上一座は注目を集め、あでやかな舞を披露する貞奴は大ブームとなりました。ジードやロダンなどの有名な芸術家たちも貞奴を絶賛し、オペラ「蝶々夫人」を作曲していたプッチーニにも影響を与えます。あの若きピカソも貞奴を描きました。世界を回った2度の海外巡業を終え、日本に戻ると音次郎を中心とする川上一座は声劇、正しい劇と称してシェイクスピアなどの西洋の演劇を日本人にも分かるように書き直して上演しました。貞奴は1903年のオセロで日本初の女優として舞台に立ったのです。また音次郎と貞奴の二人は子供たちへのおとぎ芝居やハムレットなどでも次々と成功を収めていきます。川上一座の新たな本拠地となる大劇場大阪帝国座を作ります。さあいよいよこれからというその1年後、音次郎は持病が悪化して47歳の若さで亡くなってしまいました。貞奴は音次郎亡き後7年間の垂涎興行を行いました。しかし女である貞奴のもとではやれないと去っていく座員がいたり、メディアも女であることを理由に攻撃の的としたのでした。それだけでなく音次郎の生前から川上一座とは親交があり、実業家として音次郎亡き後も貞奴を支え続けた福沢桃介との関係もスキャンダル記事のネタにされてしまいました。貞奴の引退公演の時のともかくも隠れ住むべき野菊かな、この言葉は当時のつらい貞奴の気持ちを表しているのかもしれません。
貞彦はアイーダを最後の演目に選び舞台を降りました。そして桃助の取り組む木曽川の水力発電事業に深く関わっていく道を選んだのでした。Thank you.
桃助の構想は木曽川に7つの水力発電所を作り、近代化が進む日本で需要が増してきた電源開発を行うというものでした。日本には水力発電が向いていると着眼したのは、桃助の恩師であり義理の父親でもある福沢諭吉でした。桃助は各地を歩き、谷が深く水量も豊富で岩盤が固く傾斜も大きい木曽川こそ水力発電に最適であると、この川を選んだのでした。桃助と貞奴は名古屋に電気のモデルハウスとも言うべき和洋折衷の双葉邸を建て、また木曽には大洞別荘を作り、事業を推進していったのです。
江戸幕府の厳しい基礎の山々の管理が明治維新で亡くなった後、今度は明治政府による天皇家の御料理として基礎の山々が召し上げられてしまうという問題を、基礎への多額の保証金という現実的な形で決着させた人物です。山が済んだら今度は川かと、この電源開発事業にも大変厳しい反対運動を繰り広げていったのです。島崎秀介さん、いそら
桃助は立ちはだかる難題に頭を抱えます。基礎の人々の暮らしを守りながら水力発電事業を進めること、桃助は事業の成功には地元民との協力が何よりも大切であると痛感し、地域の祭りにも貞奴と共に出かけたりしました。そしてついに厳しい交渉の末、水利権の問題を大正10年に決着させたのです。材木を運ぶ水運の代わりとなる森林鉄道を敷き、その敷設に対して多額の保証金を26年もの長期にわたって基礎に支払い、川には魚道、魚の通る道を設置することとしました。このような難題を乗り越えて水力発電事業に着手していくのです。志津門を皮切りに、その上流に美しい発電所が並びました。それぞれの意匠を凝らした造りで、まるでライン川に並ぶお城のようでした。あえて窓を作り、夜には電気によって光り輝いたのです。こうして木曽川で生まれた電力を電気の代表湿地である大阪に送電することを実現したのです。そして大正11年、今からちょうど100年前、桃助が54歳、貞奴が51歳の時、6つ目の発電所として江奈に50メートルを超すハイダムを伴う大井発電所の建設、大工事が始まったのです。工事は難航し、何人もの死者が出ました。
息が下がる作業員たちを励ますため、貞奴は桃助と共に空中から何十メートルも降りていく作業用のゴンドラに乗り込み、作業員たちを力強く励ましました。こうした貞奴の驚くべき行動に作業員たちのモチベーションが上がったのは言うまでもありません。こうして大正13年、ついに大井ダムと大井発電所が完成します。木曽節でも歌っているように、
止められるものなら止めてみろと挑発する暴れ川、木曽川。その木曽川の流れをせき止め、水力を電気、そして光に変えることに成功したのです。このようにして景勝地、恵那町が出現し、新たな産業や雇用が生み出されていったのです。その7つの発電所から驚異的なスピードでつなぎ上げた送電線によって電気の需要が大きい大阪へと一気に電気を送り届けることを成し遂げたのです。貞彦はこの間、体の弱い桃助を公私ともに献身的に支えました。今に残る関係者の記念写真やサイドカー付きのバイクにまたがる写真などに当時の二人の信頼を示すかのような貞彦の力強い姿を見ることができます。痛みは残る胸を、そこ
貞彦は幼き時より祈りを深めた不動明王に改めて手を合わせました。そして孟介と共に思い出深い木曽川の下流にあたる各務原の鵜沼の大地に深く信仰した不動明王を祀る寺院と自らの霊廟を建造し、そこへの参拝のための別荘を設けたのです。その別荘の名は万象園。この名はかつて世界巡業後の川上一座の本拠地として夫の音次郎と共に神奈川県茅ヶ崎市に住んだ建物の名前です。芸者時代から貞奴を支えてくれた伊藤博文により名付けられたものです。天正寺の山門には音次郎との結婚の媒酌人で伊藤博文の懐刀として現在の日本大学初代校長を務めた金子健太郎が揮毫した天正寺の額が掲げられました。ちなみに当時の参考は金剛山で、貞奴とも古くから馴染みがあり、孟介を大変評価していた西園寺金持による三号額が本堂に掛けられていました。天正寺は現在巡り巡って
貞彦が信仰していた成田山の末寺となっています。ですからこの西園寺金餅揮毫の金剛山の扁額は今は奥深くにしまわれ見ることができません。天正寺の入仏式は昭和8年貞彦62歳の時に行われました。10月28日の式典は大々的に執り行われました。しかしその時すでに体調が悪くなっていた桃助の名代としてその腹心であり第二次世界大戦後に電力の鬼と呼ばれるようになる松永安左衛門が参列しています。かの有名な映画会社松竹が制作した20分ほどの記録映画からは不動明王への信仰と木曽川への思いがひしひしと感じられ凛とした貞彦の姿や壮麗な式典の様子そしてまたにこやかな松永らの姿を見ることができます。まさに川上貞彦の生涯の集大成と言えるのかもしれません。Oh,
川上貞奴は近代日本初の女優というだけでなく、国際人として、また実業家として、そして教育者として、明治、大正、昭和の初めの激動期を自らの夢を求め堂々と生き抜き、運命を切り開いていった女性の先駆者の一人と言えるのかもしれません。それではまず最初の曲をご紹介いたしましょう。島崎宏介役のバリトン
上田健が、島崎藤村作詞のヤシの実を歌います。この曲は昭和11年に、島崎藤村の詩にメロディーが付けられ、多くの人々に歌われるようになりました。また島崎藤村ナレーションの中にもございましたが、島崎宏介の実の弟なんですね。では島崎宏介演じた上田健が歌います。ヤシの実です。お聴きください。島崎藤村作詞のヤシの実を歌、上田健ピアノ、あなたゆりえでお届けしました。さて2曲目でございます。2曲目は桃助役を演じました岡部圭太郎が命重ねてを歌います。この曲は岡部圭太郎自身の東京でのリサイタルで初演した思い出深い曲です。そしてまたこの曲は
東日本大震災復興支援として画家の故米山郁夫先生が描かれた詩に今日お越しいただいている菰田直子先生が曲をつけられました。それでは歌岡部圭太郎、ピアノ阿賀田ゆりえでお届けします。対局です。命重ねてお聴きください。米山郁夫作詞、菰田直子作曲、歌岡部圭太郎、ピアノ阿賀田ゆりえでお届けいたしました。さあ、いよいよ本日最後の曲となりました。平成23年から10年間貞奴を歌い続けてまいりました東海代表の金光純子が歌います。各務原
鵜沼の地にある天正寺、その貞奴が眠る霊廟前には観音像が立ち、その観音像は木曽川を見守るように立っています。かつて江戸時代のキリシタンの一部の者たちは観音像の中に聖母マリアの姿を見ていたとも言われています。今日8月15日は太平洋戦争の終戦の日であり、そしてまた聖母マリアが天に昇ったと言われている日でもあります。世界中が平和に満ち溢れ、そして人々の心に安らぎが訪れることを願い、金光順子が心を込めて歌います。ピアノ阿形ゆりえ、エレクトーン大谷康志、マリンバ松尾志保子。それではお聴きください。アベマリア。
以上をもちまして、創作オペラ貞奴アウトリーチコンサート疎水の光、万象の風、すべて終了とさせていただきます。本日は皆様、誠にありがとうございました。